はい、ではドライカットしていきます。まあ、ブロー今セリング全然入れてないんですけど、まあ、ブローだけでこんな感じですね。まあ、そんなに軽くしないんですけど、やっぱ切ったら切った分ブラント感っていうのが残るので、まあ、そこをしっかり取っていくのと、あとは前髪ですね、前髪のつながりまだしっかりつなげてないので、そこをきれいに整えていきます。でバックからいきます。でドライカットはだいたいもう耳の位置で一回分けます。耳の位置でこうですね。こんな感じで、であとはアウトラインですね、しっかりこう毛の状態を見てあげて、まあ、どこが重いのかっていうのを見てあげる。こうやって見た時に軽さが出てくる部分この辺からだと思うので、まあ、そういうのも見ながら、軽い部分とこう重さが残っている部分とパツッとしている部分があるので、まあ、そこを見ながら取っていきます。でアウトラインやっぱりあんまり入れちゃうともうライン自体が崩れちゃうので、なるべくここは一番下、あまり先に入れない、このすぐ上から入れるような感じですね。でこう触って厚みがあるところ、パツッとしてる部分ですね、そこに入れます。結構この程度で一番下は大丈夫です。で表面残してすぐ下、まあ、重さがある部分っていうのは、まあ、ここ中間部分、ここですね、ここの部分になるので、まあ、ここを、まあ、適度に取ります。まずは、毛先のパツッと感、毛先だけに入れてパツッと感を取ります。そしたらしっかり触ります。厚みがある部分ですね、根元中間毛先の厚みがある部分っていうのを確認します。で厚みがある部分に今度横スライスで少し厚みがある部分から入れます。まあ、中間ぐらいからですね、あまり根元僕入れないんですけども、中間ぐらいから少し重さを取ります。表面は基本毛先だけですね、あまりこう上から、中間からもあまり入れなくて毛先だけ入れます。やっぱ上から入れれば入れるほどバサバサ感っていうのが結構出てくるので、まあ、毛先の厚みがある部分に入れます。こんな感じでしっかりこうコーミングしてあげて、まあ、馴染みを見てあげる。毛先の厚みがある部分っていうのは絶対馴染まないので、まあ、そういう部分にセリングを入れる感じで表面は入れます。これぐらいでいきます。そしたら、顔周りに行きます。